さて皆さん、早速強化学習の例を見ていきましょう。この図が世界だとします。世界というものがこの図で表せられているとしますね。この世界というのは強化学習ではよく使われているグリッドワールドと呼ばれる、世界ですね。これはすごくシンプルな世界なので考えるには便利ですし、実はシンプルな一方、いろんな実問題がこのグリッドワールドに帰着できるので実用性もある問題だったりします。さて、じゃあこれの説明をしましょう。この世界はこの 3×4 のグリッド、座標上の世界だとします。あなたは最初この世界のこのスタートの位置にいますね。あなたの目的はこの緑のゴールにたどり着くことです。あなたはこの位置から始まり、上下左右のグリッドに移動することができるとしましょう。ただしこの黒いマスは通行不可能なマスです。この、ゲームと言いましょうか、このゲームはゴールにたどり着くと終了します。あるいはこのピットフォール、落とし穴ですねにたどり着いてしまうと、ゴールにたどり着くことなく終了してしまいます。では問題です。あなたがゴールにたどり着くまでの最小の経路は何でしょうか。一度考えてみましょう。はい、すぐにわかると思うんですけれども、この問題実は2つ答えがありますね。それは、右右上上右といく経路、そして、上上右右右という2つの最小経路があります。これは特に解説はいらないと思うんですが、この2つの経路があるということです。というわけで皆さん、おめでとうございます。皆さんは早速今強化学習の問題を1つ解きました。おめでとうございますと言われてもちょっとわからないと思うんで、今日は小手調べということで、もう少しずつですね、この問題を複雑にしていって、皆さんが興味があるであろう強化学習っぽい問題を考えていくこととしましょう。まずはこの問題を、一番シンプルなひな型と思って考えてください。では次回よろしくお願いします。